梅ヶ島は安倍川源流部に位置する山村。梅ヶ島神殿は梅ヶ島温泉から車で10分ほど安倍川を下ったところに位置する集落です。神殿の神楽はこの初午祭で奉納されるのです。神社への参拝を済ませると三拍子と呼ばれる笛と太鼓の囃子で神を招き、いよいよ当夜祭の開始です。最初の舞は平の舞。神楽奉納に際して必ず最初に舞う演目です。御座を敷いて舞うことから御座付きとも呼ばれます。本日当日12時より浜織が行われます。三太刀の舞は三人が太刀を激しく振りながら舞う勇壮な舞です。浜織を終えると賑やかなチキドンが村内に繰り出します。扮するのは青年会を中心とした若者。このチキドン、かつては本日の夜の余興の一つとして舞台で演じられていたものです。戦後、各家々を角つけて回るようになりました。塀の前の奉納により夜の祭典の開始です。神楽のお囃子は笛と太鼓のみ。奏でる曲は舞ごと決まっています。松竹梅の舞。舞い手がそれぞれ松、竹、梅の枝を背負って舞う優雅な舞です。神楽の音曲は3つの曲で構成されています。導入の下ろし、ゆったりと舞う大拍子、テンポの速くなる崩しです。それぞれの舞の特徴は崩しで表現されます。
五拍子の舞、盆付きの舞とも呼ばれ、お敷を5つ並べてその周りを舞っていく所作があります。旧玉川村柿島ではこれを前腰の舞と呼び、御法に置いた神のお敷にそれぞれの舞を納めていく大切な演目だったようです。恵比寿大黒の舞は客席からさまざまなものを釣り上げるめでたい舞です。神楽の最終演目は太刀の舞。太刀を激しく振り回して舞う舞です。